ミルクラボープラス。どうも皆さん、ミルクです。始まりました、ミルクラボープラス。いやー、始まりました。始まりました。声でかすぎでしょ。ということで、テーマ発表ね。そうそう、はい、テーマ発表していきたいと思います。はい、あ、なんかこれ、なんか今日ちょっとすごいですね。じゃじゃん、おうちカフェ。はい、今話題のですね、ダルゴナコーヒーを作ろうという企画でございます。何ですか、ダルゴナコーヒー。初めて聞きました。嘘、あれなんだよ、あの韓国とかで流行ってんだよ。あ、そうなの。韓国の好きな人とかあんま知らんな。あんま知らんね。でもさ、売れた歌詞はあれなんだよね、ストーリーのゲストだよね。そう、あのね、もうね、作ったじゃん、実は作ったよね。そう、だからこの企画だから上手くなってるよってことですか。あ、ってか、いや、ごめんだけど、うまいも下手もねえんだ、これ。じゃあ、早速、はーい、作っていきましょうか。はい、その前に皆さん、消毒しましょう。はい、消毒しましょう、皆さん。消毒大事。楽しいな、リレー方式。リレー方式ね。はい。平和な日が戻るといいね。やっていくか。いきましょう。いきましょう。じゃあ、これもちょっと、しんちゃん、これね、つけなきゃいけないの、その先。おー、すごい、先っちょに。思ってるよね。消防お願いします。消防いきます。はい、任せてください。あんま喋らんとくわ。インスタントコーヒー。インスタントコーヒー。はい、大さじ4。お砂糖。大さじ4。あ、続いて、お湯バター、お水、お水ですね。こちらを大さじ4です。じゃあ材料をなじませるように、じゃあ泡立て器で。ひたすら混ぜるということで、僕の番ですか。はい、はい、どうぞ。え、気をつけてください。気をつけて。バコン。おお、そう、あんまり調子乗ったらあかんで。え、これどうなるまで混ぜるの、それ。泡立て器でふわっとするまで。ふわっとするまで混ぜるんだって。まだまだ。いいんじゃない、結構良き。よし、じゃあ、なんかジュウ君はこのコップに、あ、じゃあ、行きますか。ミルクをついで、ミルク先なの。ミルク先なのよ。ジュウ君はすごい、あれだよね、コーヒーが好きなんだよね。はい、結構、よく作ってます、家で。シュルシュルして、入れます。おミルクですから、我々。確かにね。あ、すごいすごいすごい。いきますか。いきます、これ僕のやつ。いっぱい入れていいよ、好きなみたいな。なんか。いいんじゃないですか。はい、いいんじゃない。良きじゃないですか。ラスト一滴。そう。完成。ました。まだ完成じゃないんですよ。そうなの。そう。もう今回はね、これをトッピングするらしいね。なんか普通はこれで飲むんだけど。え、おー、みたいよ。今日はなんか自分たちでトッピングして飲んでくださいっていう課題らしいの。あ、そうなの。そこからが勝負ってこと？勝負じゃないよ。じゃあこれはとりあえずニュー、あのオープニングアクト的な感じ。俺多分ね、こういうのセンスないんだよな。いや、同じ。これ、普通クッキーがうまいんだよ、これ。さっきから。あ、食べてるの。嘘でしょ。わあ、これ選べんじゃん。これついつい黙っちゃうよ、ほんとに。めっちゃしゅんちゃんピンク使ったでしょ、ほんとに。いっぱい使った。来た。はい、というわけで完成しました。いやありがとうございます。はい、いや大変でしたよ。うん、ちょっとじゃあパッと太郎から行こっか。僕はね、崩れちゃいましたが、うん、じゃあですね、ミルクって書いてあったんですよ。おお、沈んでしまいました、たくさんいろんなものが。それミルクだけ書いたの。
すぐになって、これはーっていい感じに回りかけてさいい感じだって、これタイガーが沈んでるでしょ、半分、うん、で、小枝の人たちが全員沈んでました。あ、小枝も入れたんだあ、じゃあちゃんと最後まで飲んでください。最後です。はい、僕はね、僕もちょっと沈んだんだけど、ダック、うん、アヒルちゃん、はいはい、アヒルが選んだんですね。アヒル、なんかダルゴナに浮かぶアヒルみたいな、はいはい、おお、コンセプトがしっかりしてる、あ、かわいいね。僕はですね、猫猫だったので目があったんですけども、これ一番僕が工夫したところは、このクッキーを2つくっつけて、うん、猫のこの肉球みたいなのを下げたんですよ。アイデアだね。それもやっぱアイデアで、うん、いいところで売れるかなと。ということで、はい、試食していきましょうか。試食していきましょう。これ初めてだわ。えぇー、これさ、ヘビーハッピーみたいな。混ぜんだこれ。え混ぜるよ。混ぜなきゃこれめっちゃ、いや、じゃあちょっと重太郎さ、上のクリームだけ舐めてみ一回。じゃあいくよ。うん、いや俺結構好きやからコーヒー。うん、うん、結構甘いっしょ。じゃあ、ね、飲みます。あ、でも美味しいかもしれない。美味しい。うん、あ、全然好き、全然好き。俺も好き。美味しい。あ、ね、あ、これは自粛期間に流行るわ。うん、これは流行る。みんなこぞって作るよ、それ。あ、これ美味しくないのか。いや、俺好き。これ食えろ、食えるじゃない、食えろ。美味しい、美味しい。今回ね、おうち感ですか。うん、それぐらいがちょうどな。あ、おうち感出した方がいいもんね、これね。うん、おうちだとどんな感じなの、お母さんとかに。はい、まあ、今日のは何。絶対好きだ。でも俺ね、ご飯だけが楽しみなんだよ、唯一。え、マジで。あ、そうなんだ。家帰って、もうご飯がめちゃくちゃ好きなの。ご飯とお風呂、お風呂も好き。あ、わかる、わかる。お風呂めっちゃ好き。好き。お風呂めっちゃ、修学の時だよね。うん、で受験生の時とかそうじゃない、なんかお風呂の中でちょっとゆっくりしたくない。わかるわかる。本当はあんま良くないんだけど、お風呂めっちゃゆっくりしただから、かる。俺お母さんに、あの、大丈夫って何回も確認される。なるほどね。長いですよ。長めろ、ここ。俺長風呂だね。めっちゃ長風呂。あ、そんなな、なんか日によって違うけど長風呂が多い。2時間とか。十分長いね。はい、ということで、うん、こんな感じでしたけど、簡単にね、お家でこうパッて作れて、優雅に話せて、ね、美味しいコーヒーが作れた一日でもあり、そして、はい、やっぱもう終わり方がよくわかんないという、やっぱ吉田さんのね、いつものね、大切さがね、いつも吉田さんの大切さをしみじみとわかった。今回のテーマでした、うん、皆さんもぜひやってみてください、はい、はい、何か大切なものに気づくと思いますということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、ポッドキャスト、ミルクでした。バイバイ。プラス、ちょっとコーヒー飲みたいけどっていう気分の時に、うん、ね、カフェとか閉まってたからね。うん、確かにカフェっぽいかも、味が。 ね、わかるわかる。家感がないとこが多分人気なんだろうね。うん、店感がすごい。でも簡単っていうのがね。ね。いいね。